今回ご紹介するのは山陽電気鉄道網干線の平松駅です。平松駅は兵庫県姫路市大津区にあり、国道250号と兵庫県道421号大江島大使線とを結ぶ細い路地を入ったところに駅があり、古くからの住宅、商店と新興住宅とが混在しています。当駅は1942年昭和17年に網干線の現山陽天満である電鉄天満から現山陽網干である電鉄網干間に新設開業しました。1959年昭和34年9月1日に駅舎が改築され、諭吉街設備が設置されました。当駅は相対式ホーム2面2線の地上駅で、網干線が単線であるため朝夕には上下線の諭吉街駅となります。駅舎は網干行きホーム網干寄りにあり、反対側の鹿間行きホームへは構内踏切で連絡しています。自動改札機を備える無人駅ですが、駅員による巡回が定期的に行われています。
ご視聴ありがとうございました。